CDTV に登場し、トラビッシュジャパンがナンバー、アイを応援する場面や、逆にナンバー、アイがトラビッシュジャパンにエールを送る場面が見事に映し出されました。元キングプリンスのメンバーで構成されるナンバー、アイは、TBS 系列の CDTV ライブ、ライブ、4時間30分スペシャルに出演しました。彼らはかつて同じジャニーズ事務所に所属していたトラビッシュジャパンと一瞬、ステージ上で交流する場面もあり、 視聴者の間でも大いに盛り上がりました。番組では、ナンバー、愛が8時台にシングル、ゴートを披露し、21時台には12日に配信されるセカンドデジタルシングル、ブロウユアカバーを熱唱しました。特に、ブロウユアカバーを歌う前に、平野紫耀が打ち合わせの VTR で次のようにコメントしました。ある方を好きになれば、なるほど、逆に遠のいていくっていう、不思議な人間関係の曲。 これはしっとりいきたいですねと話しました。彼らはさらに演出面でも希望を出し、ちょっと薄暗いぐらいの方がかっこいいかもしれないと述べました。ステージでは彼らの希望通り、ミストを使った演出とレーザー光線が巧みに組み合わされ、薄暗い雰囲気の中で楽曲を披露しました。曲が終わると、ステージ袖にいたトラビッシュジャパンの宮近海人が歓声を上げ、それに応える形でナンバー、愛の騎士も手を振りました。 この一幕は一瞬ではありましたが、SNS 上では、トラジャとナンバー、愛が近くにいて胸熱ですといった声が多く上がりました。特に、騎士が主演し、宮近も出演していた2015年に放送されたドラマ、お兄ちゃん、ガチャに触れ、お兄ちゃんガチャ見たくなったという声も聞かれました。一方で、視聴者の中には異なる声もありました。彼らがファンでありながら、他のファンによる叩きの中で応援することに苦慮している人もいるようです。 しかし、番組のパフォーマンスについては絶賛の声が相次ぎました。2曲のジャンルが違いすぎて、振り幅の凄さにもびっくりしたし、3人が三者三様の魅力を発揮して、細部にわたって表情を含め全身で楽曲を表現していて、この3人が歌って踊ることで楽曲が明らかに輝きを増しているのが分かったとのコメントがありました。番組自体も高い評価を受けており、CDTV のカメラワークや照明、 演出の素晴らしさに触れる声もありました。特に、トラビッシュジャパンとナンバー、愛のエール交換の場面など、番組全体が視聴者に幸せな気持ちを与えたという声が多く上がりました。CDTV ライブ、ライブ、4時間30分スペシャルは、番組全体を通じて魅力的なパフォーマンスや交流が繰り広げられ、視聴者の心を温かくしました。この番組を通じて、 トラジャとナンバー、愛の交流がファンの間で大きな話題となり、それぞれのアーティストの魅力がさらに際立った瞬間でした。最後に、このような異なるアーティスト同士の交流がファンにとっていかに特別なものであるかについて、皆さんはどのように感じますか交流の場面やパフォーマンスの中で、どんな瞬間が印象に残りましたかどのようなアーティスト同士の組み合わせがあなたにとって最も興味深いですか ぜひ、あなたの意見や感想を共有してください。CDTV 出演によって、ナンバー・愛がトラビッシュジャパンの宮近海斗との一幕にファンの心を熱くさせました。この番組で、かつて同じジャニーズ事務所に所属していたトラビッシュジャパンとナンバー・愛が瞬間的に絡むシーンがあり、ファンは大いに盛り上がりました。ナンバー・愛は番組内でシングル、ゴートを披露し、 さらに12日に配信されるセカンドデジタルシングル、ブロウユアカバーを熱唱しました。特に、ブロウユアカバーを歌う前の打ち合わせ VTR では、平野史洋がある方を好きになればなるほど逆に遠のいていくっていう不思議な人間関係の曲。これはしっぷりいきたいですねとコメントし、曲の演出にもこだわりを見せました。ステージでは薄暗い雰囲気を演出するためにミストとレーザーが使用され、ナンバー。 愛は見事に楽曲を披露しました。曲が終わると、トラビッシュジャパンの宮近海斗がステージ袖から現れ、風と歓声を上げると、ナンバー、愛の騎士も手を振って答えました。この一幕は短いものでしたが、SNS 上では大いに話題となり、トラジャとナンバー、愛が近くにいて胸熱です。ナンバー、愛の嬉しそうな顔で涙が溢れたといったコメントが寄せられました。特に、騎士が主演し、 宮近も出演していた2015年に放送されたドラマ、お兄ちゃん、ガチャを思い出させる瞬間には、ファンの間で大きな盛り上がりがありました。この番組では、番組のカメラワークや照明、演出なども素晴らしく、トラビッシュジャパンがナンバー、愛を応援する場面や、逆にナンバー、愛がトラビッシュジャパンにエールを送る場面が見事に映し出されました。その様子は、ファンにとって胸が熱くなるような幸せな番組でした。このように、 番組を通じて2組のアーティストが交流し、ファンの心を打つ瞬間が生まれました。これからも、異なるアーティスト同士の絡みがファンを感動させることでしょう。